身請けは、芸奨儀などの身の白金を支払い、約束の年季が明ける前に、家業を辞めさせることである。身請けの後、自分の妻、また見かけにすることもある。落石とも言う。江戸時代の遊女の身請けは、普通まず客から誰々を身請けすると老主に相談し、老主は親元に依存のないことを確かめた上、客に抱え女の身の白金と本人の借金とを支払わせ、 身の代金を償わせる。遊女の負債の他に償う、身の代金は、江戸時代の梅茶女郎でも四十両から五十両、松の位の太夫となれば千両も取られる。天明頃の江戸新吉原の松葉半左衛門は二十六年間に二代目から五代目までの瀬川四人を見受けされ、五千両余りの金銭を得て、不合になったと伝えられる。 かつては500両から600両くらいで、借金済みから、身受け宿の雑費を合わせても1000両が限度であったのが、天明三年秋に受け出された四代目、瀬川の身代金だけで1500両であったといい、ために、不当な身代金の弊害が憂えられ、完成から、身受け料金500両以内と制限された。習慣として身受けする者はもらい主の名において、身受け証文を、有助屋に差し入れる。 例えば、玄禄十三年の薄雲見受けの昇門を以下に引用する。昇門のこと。1、その方抱えの薄雲と申す、形成、未年期のうちに、御座公へとも、我ら妻に、松室旅、いろいろ猿公所に無双居妻に、被した、その上、衣類夜著布遜守道具長持ちまで、蒼天ひかかたじけな、ありこう、乗りため、損金禁止百五十両その方へ。 新進行。自婚以後、ご公儀様よりごはっとひため仰おぐつけ、こう、江戸ご町中、売イた遊女であいご座保者不さ猿道中茶屋畑小屋へ、作用性遊女が、ましき書に指を消さるマジック公、若作用の遊女書に指を消さる公と申す、物行座相らはば、ご公儀様へひかみ仰おぐ、何様とも、おかかりか非成功、その時一言のぎさるマジック公。 右の薄雲わかり別いたしそうなわば、金子百両に、家屋保装店へ、突き出しかさるこう。ため後日消門助見。元禄十三年達つの七月三日、もらい主元禄、受け人、平衛門、道、半四郎、四郎左衛門殿は帰議店元禄三年の三浦屋初菊の、三受消門、官方元年の十代目、高尾の三受消門も大体同じで、三受消門には、 遊女の手切れ金にまで言及されていた。遊女には、世間付き、世間なしの区別があり、世間なしの身請けは容易であったが、世間付きは、後が面倒であるとされ、身請け相談とともに、金銭で世間の手を離れさせる手順を踏んだ。太夫の身請けは、当然客は大臣であるから、廊内はもちろん、芸に、奉還にまで赤飯、料理、修儀の包み金を与え、購買の儀女には、 中夜、掃除米の玉をつけ、身請けの遊女は、邦売女郎、時葉は、岐阜、若者に送られ、客の待つ、引き手茶屋に行き、ここで縁を張った後、大門口に用意された迎えの籠に乗り、おめでとう、ごきげんよう、の別れの言葉を受けて車を出た。赤飯と鰹節を送られた、引き手茶屋の一同もここまで来て送る派手なものであった。後には、 貸借元母の金額を定めとして、その議女が借金を支払い、衆議の名目で若干金銭を抱え主に送るのが普通であった。ありがとうございます。